おはようございます。今日もいける。今日もいける。やってやりますよ。おはようございます。散歩行きます。練習いきます。やります。今日も練習終わりました。練習終わってお昼食べてシャワー浴びて帰ります。お疲れ様です。映画見に行きます。トップガンマーヴェリック、映画見終わりました。過去一かもしれません。YouTube 初投稿しました。ここから継続していかにできるか頑張りますよ。やってやります。お疲れ様です。今日は初めて YouTube 投稿しました。非常に嬉しいです。 YouTube を通じて自分自身に対して継続的なコミットメントを示していくと。自分のために YouTube やる、やり続けます。とりあえず今日はおやすみなさい。おはようございます。いただきます。朝活終了。練習準備します。練習向かいます。どこにいても、やること、やる。やります。お疲れ様です。練習終わりました。まあ、いつだって自分のこと OK だと思ってますけど、今日はノットグッドでしたね。感情に負けた。感情に負けたら成長できない。感情を使いこなす。帰ります。成長します。もっと。練習後、疲労、眠い。でも、あえて、俺はここで、プッシュする。俺は俺を逃がさない。勉強いきます。家から出ることで、脳みそにスイッチ入れます。マスク忘れました。全然 OK。プラン B でいきます。歩いて行って、とんぼ返り。心折れかけたけど、やる。最出発。やるぞ。俺はやる。2時間、約2時間勉強しました。ナイス。俺昼寝します。20分だけ本気で寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ナイス。パワーナップ。試合に行きます。帰ります。寝ます。一生懸命やる以外他にないと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日も頑張っていきましょう。出発します。練習終わりました。練習終わって洗濯してシャワー浴びて筋トレしました。まあ、ちょっと妥協しようかなって思いかけたんですけど、やっぱコミットメント高い先輩がやるっしょ誘ってもらって、自分もコミットメント示しました。やっぱ意識高い人の近くにいるって大事だなと思いました。これから新卒2年目の選手が受けなきゃいけない予防接種あるんで、病院向かいます。オフ前日の練習後、一番何でもできる時間に2時間勉強。気持ちいい。自分頑張ってる感感じれる。最高です。
寝ます。おやすみなさい。おざす。オフです。楽しみます。勉強行きます。勉強終わりました。約2時間頑張ってる感が最高です。行きます。昼食食べて Amazon プライムで映画1本見てブログを書いて手紙を出して今散歩に行きます。散歩終了です。途中伝えで本屋で立ち読みしてました。静かだけどいいオフでした。おやすみなさい。